JA 岐阜の選果施設に運ばれてきたのは、栗の王様とも呼ばれる栗の品種、利平です。利平は粒が大きく甘みが強いのが特徴で、山形市で作られた品種です。傷がついたものなどが選別された後、ベルトコンベヤに乗せられ、大きさごとに分けられ出荷されます。今年は実が大きくなる時期に適度な雨が降ったため、実が多く高品質だということです。この栗の出荷は来月上旬まで続き、およそ1トンの出荷を見込んでいるということです。